はいどうもー、ほんまは僕くんゲームでございます。どうも、こんばんは、僕くんゲームでございます。ということでね、こんばんは、僕くんゲーム、こんにちは、おはようございますでね、もういろいろ言っちゃいますよ。ということで、今回トップエージェントガチャ5連、5連続5回引いていきたいと思います。ちょっとね、もうね、あれが出てほしい。銀の黒の横の銀に入って黒確定みたいな演出来てほしい。いやーマジでお願いします。ということで、ガチャルルガチャル、あ、せいさんこんばんは、ガチャります。ということで、ガチャっていきましょう。生放送のこれガチャでもあるんでね、急にテンション高くなるのやめろ。テンションは高いよ、もともとめちゃくちゃテンション高いよ、このテンションだからね。まあ常テンション高いっていうのは無理かもな。ということで、フォワードかな、引くとしたらフォワードかな、狙うわね。誰だろう、帰ってきました。あ、お帰りなさい、ガチャですよ。でもいいや、引こう、わかんないけど、ストライカー引こう。引きます、おまじないかけるか。これで黒来たら引退するわ。はい、まあまあまあそうでしょうね、まあそうでしょう。誰、グイディって神回期待してる、頑張る。まあ知らないな、グイディテッディ、知らない、お知らない選手来た。フォワードやな、やっぱり。なんかね、緊張するとダメだから平常心でいこう。そう、この辺とかね。まあまあまあそうだろうな。またもはや引きもしない。巻く、何を巻くんだこれ、負けないでしょうこれ。なんか早そうだけど使えなさそうな匂いがする。だー、これきついぜ、きついできついで。3回だぜ、あと3回だぜ。聞かしてくれよ、聞かしてくれ、俺に夢を与えてくれ。全部 GP 行こう、全部っていうか、まあ5万あと2回引きますね。だから、いや誰、ちょっとわからん、誰か、やばい、これあと2回か。いやー、こんだけ貯めてもやっぱ当たんないもんだよね。パーセンテージ引くのが低いもんね、まず。パーセンテージ自体が。おい、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 おー、全部銀。まあまあ、でもそうなるわな。ちょっとやばいね。これね、きついな。当たってる人たちはなんか神なのかなって思っちゃう。思っちゃう。おい、来い。いや、金か。いや、しかも引かないっていう。ベラルディ、いや、ちょっとダメでしょこれ。いや、ちょっときついな、はあ、ちょっとこれやべえな。選手打ってあと1回引きます。選手売りますね、まあ、ベラルディ悪くないんじゃない、金いいな、まあまあ取っておきましょう。ということで、ちょっと戻ってね、あれします、 GP を選手売ります。そこら辺のもう1回ラスト引きます。金はね、いいよね結構。誰当たったんだっけ、この辺か、この辺のいらない選手を売ります。売ってちょうどいい感じになる、いい感じになったところで引きますよ。まあ、ベラリーはいいんじゃないかな、コイン余ってるね。やめてください、そういう話はやめてください、そういう話はやめてね。歌うわ最後、じゃあ
誰の歌にしようかな。神様の歌にしようかな。神様の歌って何なのかよくわかんないけど、今日お神よ。あ、じゃあ夏祭り歌うか。夏祭り、君、ホラー映画風、ホラー映画風でいきます。エリアに3体のマイクラブ選手が放置された。黒を確定するのはこの瞬間しかない。逃走者は黒ボールを磨けなければならないって何なんだ。ドン。くそ。だー、引かねえ。しかもマリオゴメス、はよ押して。マリオゴメス、いや、なんとも微妙な選手来た。くー、天中くんか。まあでも使えるんじゃない、少しは。ヘッド要員としてはね。まあまあまあ、いいんじゃ。金2回来たけど。金2回来たけども、当たりは来ずと。当たりは来ず。クリロナ相手は終わった。クリロナか。ということでね、今回のね、ガチャ動画。まあまあ、マリオゴメス。スーパーマリオくんが来ました。スーパーマリオが来ましたね。彼はね、マリオだね、本当に。ルイージと共に頑張ってほしい。ルカクと共に。ルイージという名のルカク。ルカクという名のルイージか。そうそうそう。ってことでね、今回のガチャ動画、6連、銀4、金2回。ということで、終わりたいと思います。最後はね、スーパーマリオくんが当たったんでね、まあ、よしとしましょう。ではね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。では、終わります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。